変化球、これは胸元へ。ノーボール2ストライクです。変化球空振り、3アウトチェンジ。2回の裏カープの攻撃、打席には5番バッター岡本。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。3球目は何で来るか。低めに外れてボール。外への変化球外れました。アウトコースへ決めました。3ボール2ストライクです。よく見極めました。フォアボールです。サヨナラのランこれが1球目。まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。これが3球目。切りました。ファウルボール。打ち上げた。スタンド、ファウルボール。本当ですね。素晴らしい最後でした。いいバッティングでしたね。いやー、素晴らしいゲームでした。勝ったカープ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。